はい、というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、今日の動画をゆかがあれする？編集する？ね、ゆか、影狂いのコスプレしたらどう？やってみたら。でもあれ結構むずいじゃん、表情とか。じゃあそのパートはすんちゃんが。なんで俺やのそれ。熱くない？大丈夫？10月20くらいがいいかな。どうかな。あの、まあ、13度って引っ張りながら傘を20代多分分かってくんちゃうか。友達大丈夫やな、仲間に入る。そういう年齢じゃないんだよ。ロゼパスタじゃなくてね、ロゼね。誰それ、うん、かわいい。わかんないの最近、あのスーパー、うんうん、ストリートマンパイツ、ああ、うん、そうなの、わかんない。イエスさん、あーお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 ーえぇ、ー、なんか、マウンティとかなのにそれでも知らないの。いつ覚えたの。腰が柔らかいとね。あ、するまた。可愛いよね。あの、これ見てみる。この子たちらは人じゃないと思う。結構、まあ俺のスタイルというかさ。おっぱいだけ。いや、おっぱいだけ顔ですけどね。そう？うん、ちょっとゆかと似てるじゃん。どう？ゆかと誰が大きいと思う？その子。ほんと？これどれぐらい？ここの大きさだった。 H？ この大きさは H なんだ。もう一回ちゃんと見てみる？いいね、ねえ、いいね。俺か見て、俺か見て、どう？いいと思う。やばいのありますよ。あれ、これやったんでしょ？ゆか。ゆか。大丈夫、ジルバット？ふぅー、ふぅー、ただ何か黒マジ俺のスタイル俺のスタイルなんでな、なんかわかんないね。でも、おっぱいじゃなくて全体ね。ふぅー、なんで、どうした、ついに。これをしようかな。あ、コスプレ？すごい、かわいい。え、ゆかやってほしい、これ。すごい。これ、何のやつ？すごい、かわいい。ゆかもフォローする。これ、フォローしていい？うん。これの世界に行きたいんだけど。本当？いらっしゃいませ、それは。俺もこれ、ここだったら、なんか何が一番したい？見てみて。あ、
これ絶対綺麗やろ、いうか、語るやつ。もうちょっとなんかいい、もう見てて、ね、いやぁあ、違う、いやぁ、これ大丈夫なんだね。これ大丈夫なんだね。中身見えんのはダメやろ。何？ F？ エイブじゃない、エイブじゃない、こういうピュアな子はエイブじゃない。コスプレはみんなこういう感じだよ。すっごい牛乳やったらよか。最近いろいろうよーうよーって言うか、デブヤイデブヤイ。どう、な、何が一番したい。エロすぎた。いや、エロすぎじゃないやつもあるじゃん。うん、どう、あ、これはよくやることあるじゃん。そうじゃん。萌ちゃんの動画を見るには月2000円ぐらい払わなきゃ。高いね。いやいや、その高いって言うのよ。こんぐらい払えるよ。一生懸命。そういう家にもないの。あの、ゆかはこういうの見てる男はどうなんじゃん。いいよ。いいの。本当に性欲が強い人がそういうことやってたらちょっと引く。うん、でも、すんちゃん本当に性欲強い、良くないって分かってるから、なんか全然見ても。でも俺たまに性欲強い時もあるじゃん。うーん、でもなんか全体的に人として性欲そんな強くないじゃん。そうやって言わないでよ。今は言わないでよ。嫌いになる。嫌いにはならんけど。じゃあ、じゃあリスペクト。じゃあ一番こういうの見ちゃダメな人は誰じゃ。なんかドゥンさん好きな人とか。でも俺は旦那だけど性欲弱いから見てもいいってこと。わかりました。ありがとう。じゃあ、2000円で買えたか。まいちゃん、2000円。もいちゃん。もいちゃん大好き。